っていうのが書いてあって、自然を元にして判断。例えば自然ならとかっておっしゃってたじゃないですか。カントで二つポイントがあるっていう話で、二つ目はこのコモンセンスの話なんですけど、一つ目がオントロジカルジャッジメント。オントロジカルとは言ってないと思う。何か多分違う言葉だと思う。違う言葉ですね。テロジカル。あ、ごめん、テロジカル。すいません。テレオジカルジャッジメントっていう風に言ってましたよね。で、それと自然とっていう話をしてたのが、何を言ってるのかよくわからなかったんですけど、うん、それはどういう話ですか？テレオジカルっていうのは目的論的という意味です。はい、つまり、で、テレオジカルジャッジメントっていうのが、こう、アプリよりな原則として、我々の判断を、こう、可能なものとしているっていうふうにカントは言うんですけど、それはどういう意味かっていうと、我々が自然っていうのが、例えば神様とか、そういうデザイナーが何かの目的のために作ったというふうに、正当的に認知することはできないし、正当的に考える理由もないというふうにカントは言われている。だけども、自然でも何でも、その、まあ、自然、特に自然、まあ、特にその生物に関することなんだけど、に関して、判断を下すとき、つまりこの、これは、なんですか、この法則とこの法則はどういう関係にあるとか、まあ、まあ、あらゆる判断なんですけど、あらゆる判断を下すときに、あたかも自然という、まあ自然というか判断の対象になっているものが何かの目的に向かっているというか何かの目的を持っている、ような前提を してしか我々は判断できない。判断することすらできないっていうふうにカントは言うわけです。つまり、で、それがじゃあ自然に対して正しいかっていうのはかなり疑問なんです、と思うんですが、例えば行為に対して、考えると、意図的な行為っていうことと、これ、あと外の大事ですけど、インテンショナルアクションっていうことと、アクション。何かの理由があって、行われた、遂行された行為っていうもの。関係。Performed for a reason っていうのは Performed for an end っていうことと、ほとんどと